西日本新聞の野村です。私の方からは九州新幹線の関係で3点お尋ねいたします。先日与党 TT が6月末をめどにフル規格かミニ規格なのかを方向性を示すという方針を明らかにしました。これまで その整備方針が決まらない状態から変わる可能性が出たわけですが、県としての受け止めをお願いします。2点目に、一方で PT は佐賀県との期限を設けずに議論をするとも言っていまして、本当に事態が進展するのか、依然として不透明でもあります。知事も以前、明言されているように2020年度の、概算要求に、武雄温泉から先のアセス調査費を、計上しなければ、今後の全線開通の見通しが立たないわけでして、県として6月末までに新たな、行動を取ったり、する予定が、あるのでしょうか。3点目に、もし仮に概算要求に盛り込むことができなかった場合、県としてどのような行動を取るのか、盛り込めなかった場合の影響や知事の責任も含めてお願いします。はい。九州新幹線西九州ルートでありますけれども、県としてはこれまでもこの西九州ルートの整備のあり方について早急に議論を進めて方向性を示していただきたいということを訴えてきたところであります。そういった中、去る3月の7日に与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームの九州新幹線西九州ルート検討委員会が開催されました。その際、国土交通省からはこの整備方式についてフル規格かミニ新幹線、この2つの方式について比較検討結果等の説明がなされたという話を聞いているところであります。今後、その与党 PT 西九州ルート検討委員会においては、この説明内容を踏まえて JR 九州、そして長崎県、佐賀県のそれぞれ意見聴取をされた上で、整備のあり方に関する議論を行い、意見が集約される予定であると、こう理解をいたしておりまして、しっかりと本県の考えをお伝えして、フル規格による整備の早期実現を求めてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、県といたしましては、国会議員の皆様方、あるいは県議会の皆様方、経済界をはじめ、県民の皆様方のご協力をいただきながら、政府・与党に対して、この西九州ルートの整備方式の早期決定について、強く要請をしていきたいと考えているところであります。それから環境アセスの調査費が計上されなければ、その後の事業展開に見通しが立たなくなるのではないかというお話であります。これまでも申し上げてまいりましたように、今のような事態に立ち至ったということは、すなわち、この西九州ルートに導入を前提に整備が進められておりましたフリーゲージトレインの開発がうまく進まなかったということに最大の要因があるわけでありますので、先般佐賀県の山口知事とも意見交換を行った際、そういった状況認識のもと、今後は国において、責任ある立場として、まずしっかりと国の考え方方針を提示していただいて、説明していただく必要があるということで意見の一致をしたところであります。で、従いまして、私といたしましても、そうした点についてこの西九州ルート検討委員会の山本委員長、あるいはその他のメンバーの方々、
国、政府与党関係者の方々と直接お話をし、早急に整備の在り方に関する議論を進めていただきたい、そして整備の方向性を提示していただきたいということを求めてきたところであります。で、従いまして、そうした議論を進めて一定の方向性を明らかにしていただく中で、今年夏の概算要求においては環境影響評価、調査のための関係予算をですね、国の予算として盛り込んでいただきたいと考えているところであります。で、従いまして、これまでは議会中ということもありまして、私直接こう各関係機関に働きかけを行ってまいりましたけれども、なるべく早い時期に本県選出国会議員の皆様方、県議会の皆様、そして経済界をはじめ関係団体の皆様方のご協力もいただきながら、政府与党に対してこの整備方式の早期決定について、予防活動を展開していきたいと考えているところであります。で、仮に概算要求に盛り込めなかったときにどうするのかというお尋ねでありますけれども、先ほど申し上げましたように、これまでも早急に方向性を明らかにしていただきたいという要請を重ねてきたところでありまして、仮にこの環境影響評価調査の関係経費が予算に計上されないということになると、いわゆる北陸新幹線がもうすでに関係予算計上されて具体的な調査にかかっているわけでありまして、次のステップとして整備財源の確保でありますとか、諸々の検討作業が進められていく中で、この西九州ルートが遅れてしまうというようなことがあっては決してならないと考えているところでありますので、引き続き先ほど申し上げたように予防活動等も積極的に展開しながら、整備方針を早急に示していただけるよう全力を注いでいきたいと考えております。幹事社の議事です。私のも3つの事柄について伺いたいと思います。まず石木ダムですけれども、何度も伺ってて恐縮なんですが、去年知事選の際にですね、地元の方と話し合いをするという約束をされたかと思うんですけれども、その辺の実現のベッドといいましょうかですね、そこの部分を伺いたいということと、あと新年度予算についてはですね、本体工事予算を盛り込んでいるということで、予算の方も通りましたけれども、具体的にはどういったこう本体工事というのはやられるのかということをまずお尋ねしたいと思います。地権者の方々との面談のお話であります。これは先の知事選挙の際に地権者の方々からその自分たちの思い、実情等についてぜひ話を聞いてくれというご要請をいただきまして、その前までは計画自体を白紙に戻さないと合わないというお話をお聞きしておりましたので、そういった点を確認させていただきましたところ、そうではないんだというお話をいただき、それではお会いをいたしましょうというところで、現在担当部局と地権者の方々との調整を進めてきたところでありますが、まだまだ具体的な日程が決まるまでには至ってない状況であるとこう聞いております。ただ継続してずっと相談をさせていただいているところでありまして、
地権者の皆様方も時期的に多忙な時期もあるんで、しかるべき時期があれば調整をしていただけるものと考えているところであります。できるだけ早くそうした機会を設けることができればと考えているところであります。それから新年度予算でありますけれども、これは現在はいわゆる買収済みの用地を利用しながら付け替え検討工事を行っておりますが、まだダム本体用地自体を買収できていない状況でありますので、その段階で具体的に関係予算の執行に着手していく必要があるものと考えております。今年度予算の方にですね、今年度じゃない、31年度予算の方に、本体工事費を計上されているということだったんですけれども、まだその具体的に何をやるかというところではなかったんですかね。順調に用地が、地権者のご理解いただいて、用地が取得できたという段階では、もちろん平成34年度、事業完成を目指しておりますので、事業を着手していけるものと考えているところであります。それから、ローマ法のですね、長崎、訪問ということで、11月25日前後というようなですね、具体的な話もこう出てきておりますけれども、ここに向けて県の方としてはその、世界遺産である潜伏キリシタン関連遺産とかですね、そういったものをこう生かした、そのいろんな集客であるとかですね、そういったこうなんか企画というか政策というかですね、なんかこう考えておられるようなことがあれば伺いたいと思っています。ローマ法王様のご来県については、これまで、世界遺産登録に向けて、ご支援をお願いした経過もありますし、またぜひ、機会あるたびに長崎にもご来県いただく機会を賜りたいというお願いをさせていただいてきたところであります。でちょうど昨年7月に、世界文化遺産として登録が実現できたこの時期に、ローマ法王様をお迎えできるということは大変、光栄なことではなかろうかと思っております。先週前田枢機卿様からもその潜伏キリシタン関連遺産の登録のことについては話題に上がりますよというようなお話もお聞きしたところでありまして、ぜひこの世界遺産の発信に向けて機会をいただければ大変地元としてもありがたいと思っているところであります。法王ご来県に際してはぜひ、長崎から平和の発信をしていただきたいということ、それからご承知の通り法王様ご自身焼き場に立つ少年との写真をカードにしてお配りいただくということで、平和に対するこのことのほか強い思いもお持ちいただいているものとこう理解いたしておりますので、そうした機会をぜひいただいて、長崎から平和の発信、そしてまた被爆者の方々はもとより多くの県民の皆様方との交流の機会もお持ちいただければ大変ありがたいと思って、お持ちしているところであります。何か当然その法王が来られるということでですね、キリスト教関係の方を中心にですね、多くの方が
長崎県にですね、訪れるのではないかというふうにも思うわけですけども、その、まあ、交流人口っていうの、まあ、増大というところに行くかと思うんですけど、まあ、その辺の機をですね、こう生かしてですね、なんか県の方では何かこう考えてらっしゃることとかあればなと思ったわけですけど、まだですね、具体的なご日程でありますとか、どのくらいの滞在時間いただけるのかというのも明らかでありません。できるだけ全世界に向けて、こういった世界文化遺産の情報などを含めてですね、長崎の情報を発信、できるように、しっかりと検討を進めていかなければいけないと思っています。もう一点すみません、十八銀行さんがですね、まあ、新和銀行とのですね、合併を前提にですね、来月4月からですね、福岡フィナンシャルグループとですね、経営統合するという流れになっているかと思うんですけれども、まあ、十八という名前はですね、残るというような話も出ておりますけれども、まあ、一方でその県内からですね、一部上場企業がなくなるということもまあ事実でありまして、まあ、それのところで知事どうなんかお考え、あるいはこう対応とかっていうところをお聞かせていただければと思います。全国で唯一一部上場企業がなくなってしまうということについては大変残念でありまして、さらに上場企業が誕生するように県内産業の活性化、企業の育成に全力を注いでいかなければいけないとこう思っているところでありますが、まあ長崎発祥の企業様、あるいはゆかりの企業、これは一部上場企業の中にも数多くいらっしゃるわけでありまして、まあ、要は軸足を長崎県内に置いていただく、企業がなくなったということでありますので、ぜひさまざまな情報提供等も行いながら上場に対して積極的にお取り組みいただけるように、さらに支援策の強化を図っていかなければいけないと思っております。すみません、長崎新聞の内海です。意識ダムに関して質問なんですが、今回当初予算、新年の当初予算で初めて本体工事費が、盛り込まれたということなんですが、ただ当初予算の発表時にはですね、内訳の5億円という数字に関しては報道陣の取材に対して明らかにされなかったと。で、県民がまあ、かなり反対も多い中でですね、19億円というお金を内訳を分からずに必要なのかどうか判断するというのは非常に難しいかと思います。そういったその税金の使い道という意味で、今回その意識ダムの19億円、中身がブラックボックスでどういうお金の使われ方が分からないという状況を、その県民への広報とか県民への説得という意味で、まあ、適切だったかどうか、知事はどういうふうにご判断されてますでしょうか。この関係予算は基本的にそれぞれの箇所ごとのですね、予算というのは公表のタイミングがあると思っております。というのは直接国の予算に関係する部分がありますので、国の予算の動向が実はまだ予算が固まってない、予算の配分というのはその後国全体の予算の枠から箇所付けがなされて、それぞれの個々の事業費が明らかになるといった性格でありますので、おそらくそういったことを考慮してなかなか公表しにくいというお話を担当部の方は差し上げたんではなかろうかとこう思っております。ただ明らかになり次第にですね、それはやっぱり、きちんと県民の皆様方に、説明をさせていただく必要はあるものと思っております。1点追加で、
内示が出ない以上明らかにしにくいという、県側の論理は一定理解はできるんですが、ただまあ19億円という額が大きいということと、長崎新聞の1年前のアンケートでは、不要だとされている方々の方が割合が高かったと、自分たちの税金が、事業の意図が分からなかったり事業が不要だと考えているものにお金を使われているのであれば、そうであるからこそどう使うのかって詳しく知りたいっていうのが県民の考えとしてはあり得ると思うんですね。今後こういった意識ダメのように非常に反対の強いものに関しては、内示が出なければ言えないっていうのは、そうし始めるとほとんどの数字が出せなくなってくるので、より詳細により丁寧に説明するというふうに、次回の、予算案の発表以降は、きっちり説明をしていただいた方が県民にとっても納得度が高いと思うんですが、今後はどういうふうに、広報されていくというか、全ての予算が箇所ごとに明らかになるというのはそれは無理ですよ。だって配分がなされてないわけだから、内示がなされてない状況のやつで県が公表できるはずがないじゃないですか。ただしその配分が明らかになって公表できるようになれば、それはきちんと県民の皆様方にお知らせしていく必要はあるものと、こう思っております。わかりました。すみません、関連でもう一つ、一部の意識ダメの反対されている方々は公開討論会を要求されていらっしゃると思うんですね。で、アンケートでもあるように、まだ事業の意図がよくわからないとか、事業が不要じゃないかっておっしゃられている県民がたくさんいらっしゃる以上、賛成の立場、反対の立場から議論をして、どういうところに課題があるのかとか、どういうところに説得力が足りないのかっていうのを明らかにするのは、県政の立場からもメリットがあるとは思うんですが、今後その公開討論会を開催されるとか、そのあたりのご意向はいかがでしょうか。すでにご承知の通り、もうこの一色ダムの建設については長年の期間をかけてさまざまな説明させていただく機会も設けてまいりましたし、歴代の知事あるいは私自身も直接地権者の方々ともお会いをし説明をさせていただいた経過もあるわけであります。そして現在訴訟になっているわけでありますので、こういった状況の中で改めて公開討論会というのは、これはいかがなものかと考えているところであります。説明が求められるということであれば、それはもうこれまでも十分配って説明をさせていただいてきたところでありますし、これからもまたそういった分について説明をするようにということがあれば、できるだけ説明させていただこうと思っております。朝日新聞意識ダムの件なんですけれども、ハウステンボスの方に IR を設けるとすればですね、現状で佐世保市の方ではもう今水が足りないと言っていると、そうした場合にそのまずその IR の水っていうのはどこで確保されていくお考えなのか、でもしその意識ダムができないとすれば、その IR のその必要な水っていうのは難しくなるのか、その辺とどう考えていますか。これはまだ IR でですね、水需要がどのくらい生じてくるものか、そこら辺の計画自体がまだ詰まっておりませんので、全体としては水需要って増えていくだろうとこう想定されるわけであります。で、従いまして水需要が増加する中で、やはり意識ダムの必要性というのはやっぱりこれまで、同様これをご理解いただけるよう全力を尽くしていかなければいけないとこう思っておりますけれども、具体的に事業が進展する中で、タイミングの問題もありますので、具体的にどう水を確保していくのかというのは、やはりこれからの具体的な作業の中で検討を進めていかなければいけないと思っております。日本経済新聞の高田です。先ほどちらっと出てきた金融統合の関連のお話でお尋ねですが、今回18銀行新和銀行が経営統合することによって県内に巨大な金融機関が
できることになると思います。メリットがいろいろとある反面、まあ金利が上がるんじゃないかとか、ちゃんと離島とかそういう過疎地域やるのかという、そういった懸念もあると思うんですけど、その、期待要望と懸念、そのあたりをちょっと教えていただければと思います。やはり経営統合ということに関しては、まずは地域経済のリーダーとしての存在でありましたので、非常に人口減少が進展する中で、やはり地域経済の牽引役としてのリーダーシップを安定的に発揮していただく、そしてまたさまざまな支援機能も発揮していただく上では、その経営体質を力強いものにしていく必要があるものと考え、前向きに受け止めてきたところであります。ただそれぞれの地域の動きというのは、これから具体的な形で検討がなされていくものとこう思っておりますので、私どもも懸念される点については、それぞれ具体的な形で、例えば店舗展開がどうなるのか、住民の方々も強い関心をお持ちであろうと思いますので、引き続きそういった点についても十分大きな関心を持って、推移を見極めていかなければいけないと思っております。ありがとうございます。先生、一色ダムの先ほど の本体工事の件なんですけれども、場所付けがきちんとされないと、公表は難しいというお話だったと思うんですけれども、今現在では場所付けってまだされてない、まだ予算が成立してないですよね。でもこの前県議会で県議の方の質問には5億円っていうふうにお答えされてたと思うんですけれども、それとの整合性っていうのはどういうことなんですか。さあ、5億円というのは県が積み上げた予算額、一応このくらいという前提で、それは例えば公共事業費も内需が来るかどうかわからないわけですよ。県の予算にはこういう額で積み上げてます。しかし具体的にその額の内需がいただけるかどうかわかりません。そういう前提の県の積み上げの数字のことを申し上げてるんじゃないでしょうか。多分長崎新聞さんも先ほどの質問そうだったと思うんですけれども、その県の予算としてどれぐらい、本体工事どれぐらいなんですかというふうに聞いたと思うので、多分その5億円のことを私も伺ったんですが、いくらぐらいなんですかって、そしたらそれについてはお話できませんという、その場所付け前だったのでというお話だったんですが、今聞いてる話、私が当時聞いた話と、その議員の方が議会で質問された内容は多分一緒だと思うんですね。そうするとどうして私たちが聞いたときはお答えいただけなくて、議員の方が聞いたときはちゃんとお答えいただけたのかなというのが不思議なんですが、詳細によく分かりませんので、石川についてはですね、先ほど説明しましたように国の補助事業を行ってまして、これまでのですね、当初予算が発表にはですね、具体的なその打ち明けまではですね、公表は差し控えさせていただきます。ただ今回はですね、予算総括質疑ということで議会での質問でございましたので、そこはですね、ちょっとどうかという話もいろいろ議論しましたけど、県の予算のとして一応要求している、5億円要求しているということをですね、議会の答弁としてお答えをしています。私たちも一応その県民の方のお忙しい県民の方たちの代わりにですね、予算どうなのかっていうのを質問しているので、その議員の方とその差をつけられてしまうとちょっとこれはどうなのかなと思うんですけれども、そのあたりはやはり議員の方も県民の代表ですし、私たちも県民の忙しい方たちの代わりに聞きたいことを聞くということでこちらに座ってます。で、予算の時もそういうふうに聞いておりますので、なるべくその差をつけないでですね、対応していただけたらと思うんですが、そこはこれから具体的にどう対応していくのか検討をさせたいと思っております。
議会だから県民の皆様方だからということで差をつけるということは、本来、好ましい話ではないと思っております。長崎新聞の岩瀬です。九州新幹線西九州ルートの開業に合わせた佐世保線の運行についてお伺いします。定例金会一般質問でも取り上げられていましたけれども、長崎ルートがフル規格になった場合に佐世保線の一部区間が並行在来線になるということで、県としては経営分離をせずに現状維持できるように求めたいという方針を示されたと思いますが、今後具体的にどういう働きかけを想定されているかお答えください。佐世保線の輸送改善についてはこれ平成4年の約束事項がありまして、県としてしっかり対策を講じていくということにしているわけでありますけれども、並行在来線の問題については、これはいわゆるフル規格でもって整備がされるときに並行在来線問題がこう生じてくるわけであります。で、我々は並行在来線フル規格での整備をこう願っているわけでありますけれども、私どもが考えておりますのは、先にミニ新幹線とフル規格新幹線の分析をされて公表された際に収支改善効果等について、並行在来線を切り分けない前提で、前回の試算結果では88億円くらいだったと思いますけれども、改善効果が得られるというような調査結果になっていたと記憶しております。で、並行在来線を切り分けない形でそれだけの収支改善効果が得られるんであれば、これはもう議会でもお答えいたしましたように、相当多くの県民の皆様方が利用されている大事な路線でありますので、これ切り分けることなく、ぜひ継続して JR 九州による営業を継続続けていただきたいと、こう願っているわけでありまして、これからもそういう姿勢で、要請を続けていかなければいけないと、こう思っております。県北地域の方からしたら、もちろんその在来線経営できるっていうのは嬉しいニュースだとは思うんですけれども、ちょっと試算の具体的なところが私が把握していないので細かいことをお聞きできないんですが、やっぱりフル規格で長崎から博多を建設しつつ佐世保博多の経営も現状で維持するというのは採算の面から考えてですね、他の鹿児島ルートや北陸新幹線の例を考えると厳しいのではないかという声も考えもあるかとは思います。でその中でその県がフル規格を求めつつその佐世保線の現状維持も求めるという姿勢自体がですね、JR にとってはこうちょっと都合がいいというか矛盾しているように捉えられかねないのではというふうに思うんですが、そういった点は県としてはどういうふうに両方実現させていくお考えでしょうか。この佐世保線、在来線の佐世保線といいますと、博多から武雄温泉間、これは確かに仮にフル規格になると並行してくる形になるでしょう。しかし、そこから佐世保に至る、あるいはハウステンボスに至る路線のところは、これは並行在来線じゃないものとこう思っております。でそうするとそこの部分だけその JR さんが管理されて、その幹線部分を全くその切り離してしまわれるのかどうか、これもう一つですね、唐津線もあるわけですね。同じように横に伸びてる線路があります。で、おそらくその博多佐賀区間等については、もう数多くの方々が通勤
通学等でご利用なさっておられると思いますので、そこはですね、収支面でどのような形になるのか、私どもも全く内容が把握できてない状況でありますので、引き続き通勤通学客等の利用を含めてですね、切り離さない選択肢もありうるんではなかろうか。立てて申しますと、諫早長崎間の並行在来線、これも切り離さないという形で、JR 直接、運行していただくということになっているわけでありますので、私どもの希望としてはぜひ、そういった形で、運行継続していただきたいとこう願っているところであり、そうした考え方のもと対応していきたいと思っているところです。ただこれはもう JR 九州さんも具体的にまだ検討されてない段階だろうとお聞きしておりますので、まあ、これからの動向を踏まえて、適切に対応していかなければいけないと思っております。それでは以上をもちまして、どうもありがとうございました。